皆さんこんにちは。早い早い。そういう感じだからなしなんだよ。そういう感じね。今日はキューレットチームのケイタ君と大輝くん。よろしくお願いします。すごい乗り始めるじゃん。じゃあ、お疲れ様ということで。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。最近どう？最近はもう負けて、あれですね。え、なんかすごいことになってるじゃん。そうっす。まだレッドチームの魂を頭に、うん、なるほどね、超えました。そういうこと？そういうことです。もう染めたの？染めた、染めた。ほんと、昨日っすよ。え、そうなの？1万人登録、YouTube 行ってくれて、うんうん、インスタライブしてたもんね、うん、そうっす。すごいね、もう早かったね。うん、嬉しい。染めたっす。かわいい。え、ほんとにメンズ売ったの？売りました。え？だってマジでないっすよ。収入もないしね、貯金もないし。昨日、うん、もう収益化できるじゃん。そうですね、徐々に。おー、すごい嬉しい。申請が遅いんですよね、あれは。あ、そうなんだ。え、申請してない？え、してる。もう通ったっすか？通ってない。いや、遅いじゃん。遅いじゃん。じゃあ遅いじゃん。確かに。どうだったんすかね。じゃあ、そのキューレットのことっすよね、うん、え、でも私、この動画でなんかちょっと伝えておきたいんだけど、チーム一緒になりたくなかった人誰ってめっちゃ聞かれるんだよ。いや、そうですよね、あれ、うん、結局あれでもですよね、うん、はい、うんうん、でもみんなに、私答えたつもりでいたんだけど、未だに聞いてくる人いるから、はい、大輝くんですおっつ、大輝くん。だから2回ぐらい答えてなかった。いや、答えた全部カットされたみたいな。なるほどね、そういうことか。はい、大輝くんもなりたくなかったんですね。はい、なりたくなかったです。当時はね、大好きだよ。ありがとうございます。でも確か俺もマリアちゃんとの関係めっちゃ聞かれるわ。聞かれる、うん、なんかしたよね。なんか多分その初期の 1,2 話の時のあれ、喧嘩はガチなんですかとか、うんうん、この人のこと嫌いですかとか、うんうん、めっちゃ聞かれる。そうなんだ。なんて答えてるんですか。何も答えてないまだ。あ、そうなの。ここで答えるかなと思って何も答えてなかった。あ、なるほどね。僕はマリアさんに告白したいんですかってめっちゃ来ますよ。あ、かわいい。して欲しかった。絶対嘘だ。いいじゃない。このメンバーだったの3ぐらいまでだよね。ミッション3までですね、うん、っていうのなんかぶっちゃけ多分ん1ヶ月半ぐらいか一緒だった。うん、もっと短いか。1ヶ月ぐらいですか。1ヶ月か、うん、3分の1だね。3ヶ月。その3分の1が多分一番濃かった気がする。いや、わかる。いや、今だから言うけど、今だから言うけど、うん、本当にその1ヶ月ほとんどパソコン持ってなかったから。そうなんですよ。だから2人とも携帯だ。そうだよ、パソコン支給されなかったからね。そうだよね。そうなんだよね。だからなんかそのね、資料とかも作る前提がないし。作る前提がないっす。最初からマリアさんお願いしますっていう感じだった。そうだった。なんかさ、あ、これも私の方にはめっちゃ来るんだけど、なんでルームウェアなんですかって超聞かれるの。はいはい。でもなんかその今のこの成長した2人のイメージが視聴者さんは強いと思うから、はい、なんだけど当時はなんか気持ち乗らねえみたいな。はい、やめてくださいよ。他の授業は気持ち乗らねえみたいな感じだったから。そうなんですよ、だって、うん、美容品とかサブとかあったそのね、うんうん、マリアさんにいろいろ持ってきてくれて、うん、でマリアさんは、うんうん、カレーとか出てないですもんね。出てない。そう、僕たちが乗るようなものをね、提案してくれたんですよね、うんうんうん、そうそうそう、頑張って提案してた。あ、じゃあ俺、あれ聞きたい。だからそのさ、うん、青もさ、青木さんに何個も出したじゃん。出してた。ミッション2の、約3日間、うん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 、あれをちょっと、あれって結構さ、知らないじゃん、みんな。いやそう、本当は10個ぐらい出してたんだよね、うん、そこ全カットでなんかルームウェアになりましたみたいな。そうそう、ルームウェアになるまでの過程が一番なんだろう、うん、ね。そうなんですよ。ね、めちゃめちゃ怖いですよ。わかった。松高入った時どうだった？ああ、そうだよね。なんで俺その時へこんで、そう、高谷くんが来た当日、うんうん、僕めっちゃへこんでた印象があるんですけど、そんな時なんだ。あれだよ、高谷くんがチームリーダーになるかもしれなくて。ああ、そういうことだ。そう。高谷くんがチームネットに来て、うん、そうっす。ね、僕が交代っていう感じが出てたんで、出てたね。高谷くんと初日喋った覚えがないですね。うんうんうん、やばい。もう自分のことでいっぱいいっぱいで、来た時の印象は、まあ、ブランド品をいっぱい身につけてるな、バレンシアがね。高谷くんも言ってたからね。なんか、大輝とマリアちゃんは、うん、その迎えてくれるけど、ケイタだけ、すげえなんか、うん、
迎えてくれる感がないみたいな。それ聞いてるから、中谷くんから迎え入れたっすよ。だけど焦ってたんですよ、やべ俺何すればいいんだろうっていう。あそうっす。でも予想と反ってすごい人だったよね。いやそうなんですよ予想と反して、いや中谷くんマジでいい人なんかその入るまでにすごいヤバいやつ来るからみたいな感じで、その番組の制作の人から言われてて、そうそうもうリーダーをやる気満々で来るからみたいな聞いてたから、えみたいな、こんなの人畜無害なしかもそれ聞いたのはマリアちゃんだけだからね。あ、そうなの。俺ら知らなかったよね。知らないです。でもリーダーをなんかっていうのは僕が聞いてました。あ、うん、なるほどね。だからお前しっかりしないとやばいぞみたいなことを言われてたんで、うん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 、え、じゃあ俺だけ何も知らなかったの。いや、ハブスです大輝がそのままがすごい面白いからね。それはいい意味なんですよね。うん、そうだよ、もちろん。え、なんか、あ、じゃあ一個だけ思ったのが、うん、正直なんかさ、うん、そのチームが変わったじゃん、うん、まあ、あのいろんないざこざがあって、うん、でマリアちゃんがブルーに行ったじゃん、うん、実際あのままじゃレッドで3ヶ月間突っ走った方が事業関係なくなんか刺激っていうか生き生きをしてたのかなってのはちょっと思うんだけど、え、うん、私本当にあのよくノンタイトルで何が一番つらかったですかって聞かれるけど、マジでチームシャッフル。あー、そうですね、うん、でもやっぱ流れがあるからそれに逆らえないじゃん。あ、そうですよね。だから落とし込んだけど、なんかあの時そのみんなルームウェアはうまくいかないみたいな感じだったじゃん、はいはい、そうです、うん、私なんかブルーが一強みたいな感じだったから、はい、絶対最後逆転したかったの。そうなんすよ。そう、はい、結構準備してたことも出てないところでいっぱいあるし、間違いないです、ね、いろんなコラボと か, なんか素材とかでわーってなんか意外といけそうって思われたかったところいっぱいあるのに、うん、はい、そうなんすよね、うん、大輝くんもさ、あれちょっと待って、あの時はね、違う、ちょっと待って、あの、あいよ、聞くわ、いや、まあ、うん、僕もあれっすよ、うん、マリアさんと一番やりたいっていうのがあったから、うん、絶対変わりたくなったんですよ、うん、大輝くんのせいっすよ、全部ちょっと待ってね、あの、いやこれ、いやー、ね、そうだよね、うんうん、俺が悪かったんだよ。でさ、大輝くんもさ、なんかマリアさんにこう意見言ってたじゃないですか、うん、マリアさんはこういうことがあれで、うん、なんかあんまり合わないみたいな言ってて、うん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 、じゃあマリアさんがじゃあ大輝くんとはできないよねって言ったらさ、うん、でもなんかちょっとそれは違うみたいな感じでなんかわかんないっすよ、やりたくないのかやりたいのか俺ずっと思って、え、結局あのやりたいのかなと思ってたんですけど、え、なんか俺基本的にその、はい、切る、自分が人を切るとか、うん、やめるってことはしたくない人間なの、うん、だこういう、まあ、悩みがありました、こういうの言いました、じゃあここから解決する方を探したいタイプ、うん、あの時もこうこうこうなったけど、でもまた望みはあるんじゃないかみたいな、かすかの望みは、うん、なんかそれをなんかつないでいきたかったんだけど、まあ、確かに流れ的にもうじゃあこれははいさよならみたいな感じだったから、うん、で俺もサータンがまさかあんなこと言うと思わなかった。あ、組みたくないですでしょ、びっくりしてる、あれは俺もびっくりしてえってなるやん、うん、で結果なんかチームシャッフルまで取り付いちゃったんですけど、うん、なるほどね。あれはね、ほんと描かれてるの多分ほんとあの5分の1ぐらいだよね、実際話した時間の。そうです、だって僕も一番最後までブルーにしようかなんかレッドにしようか迷ったじゃないですか、うんうんうん、そこもなんか瞬間で、うん、あもうレッドに決まったみたいになったんですけど、うん、一番その迷った時間がなかったんですよ、うんね、そうルームエアもやりたいし、うん、大輝くんっていうよりマリアさんとやりたいってのがあったからかわいい。そうで、マリアさんがそっちに行っちゃった、うん、でルームエアはこっちってなった時に、うん、もうそこの葛藤がね、結局ルームウェイやってないじゃん。そうなんすよ結局やってないんだよ大輝なんかさ、流れ的には一回その大輝とサータン2人だけ独立みたいな話も出たよね。出たっす他全員がっかりしてそうそう2対5かあの時7人だから、うん、なったんすよ、1回それで決まったと思ったけど、うん、それじゃあ荒れちゃったっすね、そうねってなってまた話が始まってああ面白いな、確かに。え、でもさ、その後じゃあまた新しいメンバーニコちゃんが入ってきたじゃん、はい、その後の2人はもう本当に知らないんだけど、どんどん成長してるのをなんか肌で感じてて、はい、デモデーの12を見て、え、すごいって私はなってたんだけど。マジですか。あ、そうか、プレゼンあの最終回のオンエアで見たんですもんね、うん、そうそうそう、なんかびっくりした。あの泣いた圭太くんしか知らないから。そうだあー、そうだよね、確かに、うん、あれと比べたらめっちゃ嬉しかった、すごいと思ってねえ、プレゼン、はいはい、え、なんだろうね、うん、
え、何これ今詰められてる詰めてないよけど確かにね、ニコちゃん行ってきて、でもニコちゃん行ってきてめっちゃ大変だったんだよ最初。そうなんだ、全然知らないからさ、そうだよね、その状況を、うん、だからなんかちゃんと全員がその仕事を分けるなんか分けたんだけど最終的に、うんうんうん、あそこ分けたんだけど、うん、そこまでたどり着くのもめっちゃ時間かかったのさ、うん、あ、そうなんだ、うん、山あり谷あり、そうそう、そこにたどり着いたからデモデーまでの準備もすんなりいったんで、プレゼンする人、なんかこのスープ作る側の人間とか、はいはいはい、何担当してたの？俺はあれ、スープを作る工場の人と基本ずっと毎日打ち合わせして、なるほどなるほど、でプレゼン担当、そうです、プレゼン担当もうプレゼンのみみたいな、他は全部やって、その情報を常にもう打ち合わせで全部な共有して、うん、って感じで作っていってたから、うん、チーム力だね、そうだね、5人だからね、あれができたね、よくまとまったね、5人ね、うん、そうなんですよ、すごいちょうどいいバランスだったね、なるほどね、だからでも俺らも最初そうだったじゃん、うん、マリアちゃんが資料を作るから俺らがその役割分担じゃないですよ、8対8対1対1なんですよそこと一緒にしちゃダメです、携帯で必死に調べてでもそれ1なんですよ、僕たちは役割分担ではないんだよな、あれはえ、なんかさ、パソコン支給された後にめっちゃ寿司だっていうタイピング頑張って今も早いもんね、そうっす、徐々にもう打てるようになってきたっすすごい、まず両手使う概念がなかったんで僕そこからか、はい、そこからか、そうそうそうだよね、確かに、あとさ、私は大輝くんが開けてくれたロゴがちょっとしか映らなかったの本当に悔しくて大輝くんが開けてくれたデザインは全部見てほしい、みんなに何ですかあのルームウェアのロゴ、あ、はいはい、ロゴ問題あったじゃん、あったっすね、なんかあれ、なんかその最後の方に私がダッサって思ってる人も多分いるかもよみたいな言ったのをめっちゃ言われてて、コメントで、うん、まあそうですよねだからね、今日マリアちゃんの一言全部ね切り抜かれてコメントやったって言われてるんだよ俺もメイヘラの下りもそうだけど全部なんかいいとこだけ切り抜かれてるんだよ、ね、確かにすごいよね、でもあれはもうあの一個のロゴだけ見せられても本当に不本意、全部見てほしいそういうことね、めっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しいんだけど、いや違う違う、そういうことじゃないね違う、全部見たらそのダサさが伝わるから全部見てほしいってことだ、あれだけを見てダサいって言っちゃったから、あのマリアさん言い過ぎなんじゃないのって思ったけど全部見たら全部ダサいからマリアさん言ったことが正解だったってことですよね、あの皆まで言わなくても大丈夫だって嬉しいの入るからさ1点目のあの説明で分かったんで、マジ可愛い、本当に大丈夫キャラなのにね、アンジ多すぎるもんねそうなんですよ、もっと笑ってたらいいですよ、あのさ、1話の印象が強すぎたじゃん、うん、あのケイタと初日喧嘩した、あー確かに、あれで俺の人物像がもう 95% ぐらい決まったらしいの、そうなの、へえ。あの時のさ、へーはやばい、へーはやばいじゃあ、あの時のマリアさんの気持ちも聞いたことで、俺ら二人で言い合ってたじゃん、うん、マリアさんこう、うなずきながら聞いた感じなんですけど、うん、どっちも低レベルな話してんなって思ってますか、いや、なんか、うん、まあそうですよね、さすがに私やろうってならなかったんですか、リーダー、なんかそんなリーダー私やりようって言わなかったじゃないですか、うんうんうん、でもなんかほんと授業しに来たんだけど、はい、なんか授業しに来てないなって思って、まず二人が、いや僕はそうなんですよ、だって最初の方がね、はい、途中からもう顔色変わってもうすごい授業、はい、授業ってなってくれたけど、もう最初はちょっと諦めたよね、あ、ここでちょっと無理だったと思って、やっぱそうなるんだやっぱそうだよね、ここと組んじゃうと、そうだよね、うん、そうそう、だからなんかその最初はダメだったけどどんどん良くなるみたいな、その過程を描くんだな、うん、これからっていう早い、もう頭切り替えが、切り替えが多分、ね、チーム決まった瞬間これじゃダメだ普通にやっても勝てんって思ったんだろうねえ、てかセカンドシーズン行くの、いや僕びっくりしたっすよね、最終回でね、あの出て第2シーズンあります、あー、その予告みたいな、そうそうそう、うん、どうなんだろうね、でもなんか求められるものがさ、その前回で高いわけじゃん、うん、それがちょっと怖いよね、何ひよってんのでこれから2人はどういうなんか感じで動いていくの、活動していくの、はい、じゃあ僕から、うん、僕はトップ YouTuber を目指します、そうなの、はい、まずはっすよ、すごい、まだ人生長いんで、うん、この若い期間、うん、まだ僕20代前半なんで、うんうんうん、残り、まあ、25までは2年あるんですけど、うん、そういうぐらいまでで YouTube をもうめっちゃ頑張って、うん、ヒカルさんとかミクルさんぐらいの YouTuber のレベルになった後にここで学んだこと事業とかをやっていける経営者にもなりたいと思ってます、そうなんだ、はい、素晴らしい、すごいね、だって今もう1万人超えてるもんね、いや、おかげさまです、すごい、ありがとうございます、あれ編集とか自分でしてるの、
僕はテロップとあのカットだけやって、うん、そうなんだ。そう、僕友達と一緒に住んでるんですけど、うんうん、友達がそういうあの演出というかさ、うんうんうん、BGM とか入れたりとか、うん、ツッコミみたいなところ、あ、そうなんだ。そう、さすが、うん、2人でやってます。え、2人の作品なんだね。そうです。え、すごい2人の作品になります。いや、ちょっと、ちょっといいなと思って、作品っていいなと思っていいよね。いや、いい言葉だ。大輝くんは？俺ね、鈴木のナンバーワン概要欄でネタバレしたのと、ね、それで、ちょっとあんま触れない方がいいよ。あれ触れない方がいいよ。触れた方がいいよ。いや、もう一旦落ち着いたかな。ということで、ありがとうございます。すごいよ、大輝締め。